夢を追い続けられる環境を作る。これが僕の夢です。今週のキックオフ新春は、現役 J リーガーが未来のスターに抗議、浅川選手語る夢の持ち方とは。さらに高校サッカー選手権に連合チームで奮闘する姿にも密着。新州の未来のスターの話題を盛りだくさんでお伝えしますよ。こんにちは。こんにちは。キックオフ新州です。今週はこの方とお伝えします。今回もバランスを取ってくれるのか、ヴォアルーズ長野の GM 土橋博之さんです。よろしくお願いします。頑張ってバランス取ります。はい、任せてください。はい、まあ、先週は、はい、土橋さんが監督兼選手を務めるセレッソ長野の話題なのもありがとうございます。させていただきましたけれども、はい、まだまだプレイヤーとしても頑張りますよ。いただきたいと思います。して、はいはい、よろしくお願いいたします。お願いします。まずはこちらの話題からお届けします。先日多くの感動を届けて閉幕したパリパラリンピック、ブラインドサッカー日本代表として戦った生坂村出身で松本山が BFC に所属する平林太一選手が帰国しました。その模様どうぞ。今週火曜日、パリパラリンピックでの激闘を終えたブラインドサッカー日本代表が、家族やファン、サポーターの皆さんからの温かい拍手で迎えられながら帰国しました。この代表チームでの最後のミーティング、その後監督と話した平林選手、涙がこらえられませんでした。この結果を真摯に受け止めて、今日から選手、あとコーチもスタッフも、協会含めて、みんな出直していきたいなと。まずは選手にねぎらってもらって、ここからまたリスタートできればと思いますので、今後とも選手のサポートよろしくお願いいたします。ありがとうございました。パラリンピックという舞台立つことも難しいですけど、この舞台で勝利することもこんなに難しいんだなと改めて実感しました。日本代表チームはまだまだこれからも挑戦続くので、これからも熱い応援とサポートよろしくお願いします。本当にありがとうございました。さあ、土橋さん、改めてですけど、本当にこう平林君の頑張る姿っていうのは我々に勇気を与えてくれました。いや、もう涙が全て物語ってますよね。なんかああいうの見るとこっちもグッとくるようなものを感じますよね。まあ、ただまだ若いですから ね、まだ次を含めて、はい、もっともっとこうさらなるねレベルアップを期待したいです ね。4年後はねもっと活躍する姿見たいですね。そうですね、うん、はい、この涙をもう次の糧として持って戦ってほしいです。はい、期待しております。さあ、では続いてはこちらのコーナーです。熱戦新州サッカー。では週末に行われた試合をプレイバックです。明治安田 J3 リーグ第27節、松本山雅 FC はリーグ首位の強敵大宮をホームに迎え、5月のアウェー戦に続きホームでも勝利を狙います。試合開始早々、中村二郎がサイドから中にドリブルで切り込みシュート、惜しくもディフェンスに阻まれます。しかし相手は首位独走状態の大宮、怒涛の攻撃を体を張ったディフェンスで守り、前半を0対0で折り返します。後半11分にゴール前調整した状態に浅川、わずかにゴールを捉えることができません。惜しい。その後も惜しい場面は見せますが、迎えた後半22分、サイドからの技ありの攻撃を決められ先制点を奪われます。なんとか追いつこうとその後も果敢に攻めますが、得点を奪うことができません。このまま試合は終了、勝ち点をつかむことができませんでした。僕らができることは全部やりましたが、それでも足りなかった。もっともっとできることはあったと思います。こういう試合はやっぱり勝ち点差をものにできるようなチームにしていかなければいけない。そのために何をするか、そこからスタートしたいというふうに思います。パルセイロは試合前に明治安田 J リーグパートナー10周年記念マッチイベントと名付けた社会貢献の一環として子ども向けのサッカー教室を実施しました。
小学生を対象にパルセイロの現役選手から直接指導を受け、笑顔あふれる教室となりました。今後もウォーキングイベントや小中学校へのボール寄贈など様々なイベントを予定しています。地域の皆様と一緒に AC 長野パルセイロを盛り上げていきたいと考えております。これからも様々な取り組みを行ってまいります。皆様のご参加をお待ちしております。試合は今シーズン開幕戦をアウェーで戦った FC 大阪を迎えました。先制点が欲しいパルセイロは近藤、杉井、小西とつないでいきますが、ゴールマウスを割ることができません。前半23分、大阪に技ありシュートで先制点を奪われると、続く40分、ロングボールのクリアミスをダイレクトボレーで決められてしまいます。後半に入ってもチャンスを生かしきれず、2対0で敗北しました。Eリーグの情報も。クラシエカップ第2節、パルセイオレディースは強敵日テレベレーザと対戦しました。前半42分、中盤から長いスルーパスを通され、キーパーもかわし押し込まれてしまいます。そのすぐ後、前半アディショナルタイム、ゴール前の混戦をクリアしきれず追加点を奪われます。しかし後半に入り、伊藤恵美のシュートが相手の手に当たり PK を獲得。それを伊藤恵美がしっかりと決め1点を返します。このまま終わるかと思われましたが、後半アディショナルタイムにも得点を許し、3対1で試合を終えました。さあ、試合の様子をご覧いただきました。信州勢はいずれも勝利を収めることができなかったという形になりましたが、土橋さん、まずは松本山について伺っていきたいんですけれども、はい、首位大宮との差、どこにこうありましたか。まあ、内容は悪くなかったんですよ、はい、本当にルーズボールも拾えていたし、ボックス内ペナルティーエリアの進入回数も多かったので、はい、まあ、ただやっぱり大宮、首位を走る大宮との差はゴールネットを揺らす質のところですね、うん、最後のシュートのフィニッシュの質のところの差が少し出たのかなというふうに思いましたね。ちょっとゴール前に人の数とかそういうところの部分の選手の意識の問題、うん、そうですね。だからもう本当に最後フィニッシュパスを出すアシストの質のボールとか、うん、シュートを打つ選手のどれだけいい状態で打てるのかっていうところの、その本当最後の質のところですね。ただ中村選手が入って右サイドからカットインとか、はい、ちょっと新しいオプションの形ができたので、うん、次節以降ちょっとまたね、中村選手のところからの新しいオプションでワクワクする部分があるのかなっていうところが期待ですね、はい、うん、さあ、そしてパルセイロですけれども、力じゃなかなかね、良さ出せずに敗戦という形になってしまいました。そうですね、もう惜しい場面もあったので、うん、もうどうにかこう勝ち点3を掴んでほしいなっていう思いでいっぱい、ね、そうなんですよ。もうね、順位的に考えたらもう勝ち点3をね取るしかないんでね、なんとか勝ち点3欲しいですよね、うん、まあ、今後の試合に期待したいと思います、はい、さあ、そしてですね、そんなパルセイロですけれども、先日途中で中止になった大宮戦の再開試合、残り10分の試合も行われましたので、その模様もご覧ください。8月24日に行われた AC 長野パルセイロ対大宮アルティージャの試合、リーグ首位の大宮相手に互角の戦いを繰り広げていたパルセイロでしたが、試合終盤から降り注いだ豪雨により中断。今週水曜日に残り11分を戦いました。試合は前回の続き、ゴールキーパーキムミノ選手のゴールキックから再開。ちなみに残り11分での再開試合となるのは J リーグ史上最短だそうです。再開早々、大宮のロングスローからあわやゴールと思われましたが、オフサイドの判定で難を逃れます。その後、シン・クツナを投入しゴールを狙いますが、
ばい、惜しかった。点を取ることはできず、そのままスコアレスドローとなりました。大宮さんのに対して、このゲームで勝ち点2を失ったなんて、それは到底言えないっていう、それはもうこの J3 の中でどのチームもそれは言えないんじゃないかなと思ってます。我々は全力でファイトした、もちろん勝ち点3を取りたかったし、それは大宮さんもそうだし、この状況で勝ち点3取れてなくて何言ってんだよと思われるかもしれないですけども、本当にこう見応えのある勝ち点1だったのではないかなというふうに自分自身は捉えています。そう、まさに高木監督おっしゃる通りで、首位相手に堂々と渡り合ってましたね。いや、これはもう自信につながる勝ち点1じゃないですか、はい、内容も良かったですし、ただこのラストのね、この時間帯だけやるって結構大変だったと思うんですよね。試合に向けてどういう準備をするのか、はい、で普段はだいたい90分試合ある中で、はい、ゆっくりこう様子見ながら試合スタート入ってくるんですけど、はい、それができない、それをやってるともうすぐ試合終了になっちゃうんで、はい、試合の入り方とか、あとはこういう選手交代のタイミングとかも相当大変だったんじゃないかなと思いますね。まあ、ある意味サポーターにとっても貴重な経験ができたので、うん、この経験を次につなげていただきたいと思います、うん、それでは順位表も確認しておきます。松本山川10位、 AC 長野パルセイロは15位となっています。続いてはこちらです。サッカー好きの方はもちろん、サッカーを知らない人も一緒になってサッカー談義に花を咲かせられるようなネタをお届けするサッカー談義ネタの種。今回のネタは現役 J リーガーが講師に、子どもたちに熱く語った講演会に迫ります。先月26日、松本市のサッカー場で松本山雅の下部組織に所属する中学1年生、高校1年生の選手を対象にした講演会が行われました。その講師を務めたのが山雅のエース、浅川隼人選手です。この講演会は下部組織の選手がさまざまな分野で活躍している方から夢や目標を達成した経験談を聞き、将来の夢や目標を達成するために自分が取り組むべきことを考え行動していく機会を作ることを目的に行っているキャリア教育の一環です。ちなみに今回の講演で使っている資料は浅川選手手作りだそう。こうやってユースの子に対してなんかサッカーとかについて講義されたことってありますか？いや、初めてですね。こういった話を聞ける場っていうのがあるの幸せだなっていうふうに思ってます。資料作りとかって大変でしたか？はい、いや、結構こういった話をする機会って他のところであったりすることも多かったんで、まあ、そういった意味では慣れているというか、はい、話すこともそうですね。今までやってきたことを、まあ、言語化して資料に綴りました。今回浅川選手が選んだテーマは夢の叶え方、ゴールからの逆算方法。試合中ゴールから逆算してプレーしている浅川選手らしいテーマとなっています。サッカー選手を目指すきっかけになった出来事、学生、アマチュア選手時代、そしてプロ選手になるまでの経緯など分かりやすい言葉で伝えていました。まあ、プロサッカー選手になりたい、これが夢、ね、だと思ってました。でも、ね、やっぱりね、このプロサッカー選手っていうのは僕の中では正直夢ではなかったんですね。で、それなぜ夢ではなかったかというと、この夢が今はね、あるからなんですよね。夢を追い続けられる環境を作る、これが僕の夢です。この夢に向かって僕は今日みんなに話して、例えば夢を持ってもらえるようなきっかけをこうやってね、作れたりとか、じゃあプレーの中でプレイヤーとしてたくさんのボールを取って、浅川隼人選手、ね、憧れたプロサッカー選手を目指しました、そんなね、こう夢を持ってもらったりとか、これが、まあね、僕が抱えてる夢です。いろいろな人が夢を持ち、その夢を追い続けられる環境を作る、その一つの手段がプロサッカー選手として活躍することと語っていました。小学2年生の時にサッカー選手になる夢を抱き、そしてその夢を実現した浅川選手、夢を実現するために言霊や
夢に期限を決めるなど5つのキーワードを挙げていました。その中の一つがドリームキラー。ドリームキラーとは、お前はプロになれないよや諦めた方がいいなど周囲から届くネガティブな発言のことです。でもそのドリームキラーって結構ね、なんか大切な存在かなっていうふうに思ってて、そういった言われたことに対してこれからね、それを力に変えて、ちゃんと自分自身のこの夢に向かってまっすぐ上を目指して、なんかこう花を咲かせる栄養だと思って、そういったね言葉も力に変えて突き進んでほしいなっていうふうに思ってます。夢を持つことの大切さ、どう行動していくのかなど自分の経験を交えて熱く伝えていました。失敗に目を向けるんじゃなくて、そのチャレンジに目を向けて小さな成功を見つけて自信につなげて大きな成功って話を聞いて、自分結構そこでネガティブになっちゃってプレーが良くなくなることが多いんですけど、今日の話聞いてそういうところを意識していきたいなと思いました。プロがなんかすごい身近に感じて、やっぱり直で聞くことによってなんか感じるものもありましたし、自分の目指しているものがより明確に感じられたなって思いました。やっぱ逆算するってことがすごいと思って、やっぱ自分は結構なんか時間の使い方が結構苦手で、なんか失敗してしまうことが多いんですけど、試合までのその時間を逆算して 100% の力で試合に臨めるようにしていきたいと思いました。誰かに言われてとか、周りが目指してるからではなくて、自分自身が本当にどうありたいのか、どうなりたいのかっていうのを常に意識した上で、取り組んできたことがこうやって一つ、Jリーガーっていう目標につながったんじゃないかなと思うんで、今日こう話を聞いた子どもたちもそういった、きっかけにしてもらって、夢をつかんでいってほしいなというふうに思ってます。本当に貴重な機会だなと思いましたけど、ちかなちゃんどうでした？なんかこのマイナスなネガティブな発言する方の意見ってすごく大事なんだなって改めて実感しましたし、そういう方って結構自分のことを見てくれているんだな、だからこそマイナスな発言ができるんだなっていうのをここで改めてまた感じることができました。なんか本当に、ね、子どもたちだけじゃなくて大人もこうなんかためになるような話があって、ね、そもそもこういう子どもたちがこういう選手から話聞く機会っていうのは重要ですよね。いい刺激になりますよね。もう生徒たちなんかもプロのサッカー選手を目指してね、今サッカーを頑張ってるわけですから、現役のプロの選手に話が聞けるってこんな機会 なかなかないですよね。そうですよ、そういう意味では本当にいい刺激になるし、頑張ってもらいたいですよね。どうしても講演とかされる機会あったりするんですか？そうですね、よくいろんなところに行かせてもらって、同じようなテーマでこう話もさせてもらいますけど、僕は本当にこう夢っていうところで言うと、本当に自分自身を信じれる心を持てるかどうかっていうところがすごく大事かな。その心を育てる、どういうふうに育てていくっていうのはね、普段の練習とかいろんなところであると思います。自分自身を信じないと、周りは誰も信じてくれない、自分の力を信じて頑張ってもらいたいなと思ってますけどね。さすが戸橋先生、ここで講演会始まったのかと思った。ちなみに今行われました山田の講演会なんですけど、2022年の3月から始まりましたアカデミー選手を対象にしたキャリア教育プログラムで、現役選手の他にもなんか大学の教授だとか経営者の方々からご自身の経験談を聞いたり、例えば大学の選手からだと失敗した時にどうメンタルを切り替えるかみたいな話とかも聞けるという、いろんな角度からね、いろんな刺激をね与えてもらえるとね、ためになるんで、ぜひねこういった機会またまた我々も番組の中でお伝えできる機会ありましたら、また今後伝えていきたいと思いますので、ぜひご期待ください。はい、続いては激闘を続く高校サッカーの話題です。連合チームとして通用する選手たちの意気込みに迫ります。熱戦が続く全国高校サッカー選手権大会の長野県大会、81校68チームが全国大会出場を目指すこの戦い、来月12日の3回戦からはいよいよシード校が登場します。その中、今年注目を集めているのが連合チーム。部員数の減少により1校でチームを組むことのできない高校同士が連合でチームを結成し出場するというもの。今年は9つの連合チームが出場し、その中で3回戦へ駒を進めたのは松川下伊那農業の連合チームと
古生、小室、桜平総合、G の3番です。小室商業、小室、桜平総合技術の3校の連合チームです。各校の部員数減少により3校を合わせて登録選手は13名。練習は毎日小室商業のグラウンドで行っています。小室商業の宮崎先生のもと、小室商業の生徒がベースとなりチーム作りをしてきました。チームの目指すのはボールを簡単に手放さないサッカー。どんな場面でも仲間にボールをつなぐことを徹しています。しかし連合チームではいいところも悪いところも、やっぱいい点は、いろんな人と関われるっていう点で、いろんなコミュニケーションが取れたりとか、そういう点がいい点だなって思って、デメリットとしては毎日一緒にできないから、その分やっぱそこが合わなかったりとか大変な部分かなっていうふうには感じます。3校連合での出場は今年が初。このチームとして掲げた目標はシード校に勝つ。1、2回戦を勝ち上がり3回戦で対戦するのが年代正直高校 G の1番です。年代正直さんは春も取ってて難しい相手にはなると思うんですけど、自分たちがどれだけ通用するかっていうのも楽しみですし、絶対勝てるようにあと1ヶ月準備していきたいと思います。自慢のパスサッカーで目標を達成することができるのか、連合チームの戦いに注目です。3回戦絶対勝つぞ、せーの、パワー。さあ、ということで選手権で3回戦まで駒を進めています連合チームの話題をお届けしました。戸辺さんはもちろん連合チーム、高校時代は連合チームではないとは思うんですけども、こういうチームの存在というのはどうですか？いや、いいですよね、まずはこう連合チームになって試合に出れるっていうね、生徒たちの思いがやっぱりサッカーを続けたい、ね、高校生にとってこの選手権って夢の舞台ですから、その大会に出れるっていうところがね、この環境があるっていうところが素晴らしいなと思いましたね。これもちろん同じチームで人数が多いチームでコミュニケーションを取るっていうのも大変だと思うんですけど、違う学校の子とコミュニケーションを取りながらチームを一つにまとめ上げていくっていうのは、これ社会に出てからも通用するようなところ、すごく大きなことですね。キャプテンも言ってたけど、本当に幅広くいろんな人とコミュニケーションを取ってっていうのをこの年代で感じれるっていうのはすごく大きいなと思うし、これを生かしてね、また次次とかね、いろんなところにこうつながりますからね、しかし高校生こんな頑張ってるっていうのはどうですか？いや、嬉しいですし、これを見てさらに勝って、またこのチームに入りたいって思う若い子たちが増えるといいなと思いますね。サッカーがどんどん盛り上がってくるからね、まだね。だから活躍したりいい試合をすることで、この高校のサッカー部魅力的だなって思う子もぜひ多いですよから、ぜひこの活躍をね、期待したいですね。3回戦は来月の12日に行われます。ぜひこちらも注目してください。それでは週末の試合情報です。明治安田 J3 リーグの28節です。 AC 長野パルセイロはホームで奈良クラブと、松本山雅 FC はアウェーで FC 今治と対戦します。そして WE リーグが開幕します。 WE リーグの第1節、 AC 長野パルセイロレディースはホームでアルビレックス新潟レディースとの対戦です。さあ、戸橋さん、 J3 チームの両チームですけど、もう負けられない戦い、そうですね、もう3チームとも負けれない試合がね、また始まりますからね、もうここからちょっと注目してみたいですね、また特に山川2位の今治と対戦ですから、そうですね、ここやっぱり叩かないと上っていうのは見えてこないんでね、なんとか勝ちたいですね。パルセロとすると大宮との再開試合でいい試合しただけに、この勢いどうつなげていくか、中2日ですから、しっかり自信を持って自分たちのサッカーをしっかり自信を持って戦っていくっていうことが一番大事かなと思いますね。そのあたりどうなるのか、ぜひ皆さん応援してください。さあ、そして来週のキックオフ新集ですけれども、なんとですね、高崎宏行さんが子どもたちに熱血指導ということで、しかしいつもね、高崎さんちょっとおっとりされてる方ですから、はい、どうなるのか、いや、もう見たいですね、熱血指導どのぐらいの熱血指導なのか、かなり面白い、指導ができたという話伺っておりますので、ぜひご期待ください。さあ、今週にはボアルス長野ジェネラルマネージャーの戸橋宏行さん、お付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。では、帰国新春、また来週です。さようなら。